入りきれないぐらいたくさんの人たちがいらっしゃいましたけれども。そうですね、本当にまあ、予定不調和を生きてきた裕也さんが最後に来て、今日は滞りなくこの会を終えたということで、ある意味奇跡だなというふうにほっとしています。弔辞の皆さんも本当に突然のお話を振って心よく受けてくださって、まあ、やはり酒井さんの最初のものも、はい、その歴史を肌で知る人間のエピソードだっていう感じがしましたし、まあ、まだ四十九日までは魂が浮遊していると思いますので、まあ、むしろ今日は本当に悠々とすがすがしく飛び回って桜でも眺めてほっとしてるんじゃないでしょうかね。まあ、自分のような体裁で固めまくってもう小さくまとまってるような男からするとですね、もう裕也さんも先日亡くなった萩原さんももう永遠の憧れですよね。やはりまあ、面倒ごとを面倒がらずに、素直に率直に、荒くそこに切り込んでいくっていう、そういう野性みたいなものがもう自分にはないですから。今日はこの缶バッジを皆さんこうつけていらっしゃいましたけど、ね、喜んでらっしゃるでしょうと思います。やはりその46年間続いたニューイヤーロックフェスティバルっていうのが一つの原点であり集大成だったと思いますので、はい、このお別れの会を見て裕也さん今なんておっしゃってるでしょうね。なんて、まあ、いろいろ迷惑かけたけど、まあ、みんなうまくやってくれよ、よろしくってことでしょうね。